P222 は、イギリス海軍の潜水艦、S 級潜水艦の一隻。同級第3グループ。P222 は、ビッカース・アームストロング社で1940年8月10日に、寄港する。1942年3月4日に収益し、地中海入り口を警備するためジブラルタルの海軍基地に配属された。 1942年7月27日には、スペインのパロス岬沖で、ビシー政権の商船ミディジャを打破した。ミディジャは、V 級駆逐艦のレスラーの乗員が乗船し、ジブラルタルに入港させられた。P222 は1942年11月30日に、ジブラルタルを出港、ナポリ沖の偵察を行った。12月7日までいくつもの通信を行ったものの、その後は、 温心不通となった。期日にアルジェに到着することなく12月21日に入港期限を過ぎたと報告された。イタリアのチクローネ給水来艇フォルスナーレがカプリ島の東南で12月12日に潜水艦を撃沈したと報告した。P222 はこの戦闘で撃沈されたと考えられるが確証はない。 P222 は正式な官名が命名される前に消息不明となったためペナントナンバーである P222 で一般的に知られる。ありがとうございます。